こんにちは。皆さんご機嫌いかがですか本日も皇室の話題を取り上げて参ります。今日ご紹介するのは、今日ご紹介するのは、小室圭の消せない過去とは一体宮内庁は当初から要注意人物と認定していた、ま子さま、渡米するまでの都内仮住まい候補がこちら。絶対にお金足りないでしょ小室圭のドタバタと聞国。 その時母親は余裕尺尺に押していた。それでは参りましょう。さて、秋篠宮家のま子さまと小室圭さんの結婚問題が連日大きく取り上げられていますが、ついに小室圭さんが一時帰国をしました。まるで VIP 並みの警備体制でしたね。 国民の間では未だに根強く結婚破断の声が上がっている状況ですが、今後会見で何が語られるのか注目が集まっています。誰がどう見ても祝福をしてくれるような状況ではないし、本当にこのまま結婚してしまうのかと絶望している人も多そうですが、そんな中、 当初、お二人が婚約内定会見をした、細工内長は、すでに小室圭さんを要注意人物としてマークしており、彼には決して消すことのできない過去があるようなのです。一体どういうことなのでしょうか今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきたいと思います。では早速。ここからは引用を含みます。思えば、 これまで小室さんは数々の常識の枠を超えた言動を見せてきました。2017年5月に NHK が眞子さまの交際相手として初めて報じた直後から、その返林は伺えたのです。事情に詳しい宮内庁関係者はこう語ります。ニュースの直後から小室さんの自宅にはメディアが押しかけ、翌日は大騒ぎになることが明らかでした。 警備上の問題もあり、区内庁としては、小室さんに横浜の自宅から東京、京橋にある勤務先の法律事務所までは電車でなくタクシーを用いてほしいと内々に打診したのです。ところが、小室さんは東京までのタクシー代が高いのでできませんと、申し出をあっさり断ってきた。結局は、やむを得ず役所から車を差し回すことになったのです。それを受け、 町内ではしてもらって当然という感覚が理解できないと幹部から公然と批判の声が上がりました。またその日、勤務先で報道陣の囲み取材に応じた小室さんは事前に区内庁からゼロ回答で通してほしいと念押しされていたにもかかわらず、ま子さまとの日頃の会話など皇族のプライベートについて漏らしてしまったのです。以降、 宮内庁は彼をコントロールできないよう注意人物とみなすようになりました。この件を知った上皇后様は大いに困惑し、あのような方でマコは大丈夫なのでしょうかと周囲に漏らされ、その憂いは今に至るまで消えることはありませんでした。つまりは、初日から小室さんには皇族との結婚に寄信号が灯っていたわけです。 室さんへの悪評は一向に払拭されず、その後もトラブルが報じられる旅皇族方からは、秋篠宮両殿下がおられながら、なぜ小室さんのような方を選んでしまわれたのか、皇室と縁続きになるなど考えられないといった声も上がる状況に、さらに、この会見の日取りをめぐっても、宮内庁と小室さんとの間には常識の乖離が生じていたのです。先の関係者は、 当日はちょうど皇太子ご夫妻が国民文化祭などへ出席されるため奈良へ行刑されていました。雅子様さまは以前、ご体調に波がおありでしたが、そんな中でも宿泊を伴うご公務にお出ましになったことで注目が集まっていたのです。そんな日に会見が行われたのは実は小室さんの希望でした。 当日は日曜日で職員も休日出勤を余儀なくされたのですが、日取りを決める蔡小室さんが平日はポラリーガルの仕事があるのでと主張したためやむなくこの日に決まったのです、と述べています。弁護士の補助業務という個人的な事情と内心ノートの会見のどちらを優先するかと問われたとき、小室さんは反人とは大いに異なる回答を導き出したことになります。 これらは決して消されない過去として今後の永久に語り継がれることでしょう。以上が一つ目の記事の内容です。皆さんはどのように感じましたかなんだか、今回宮内庁が手配した一時帰国にしても数十枚による紙のみの説明文であった小室文書を肯定するにしてもですよ。 その前に、宮内庁が、新編調査もしっかりやっていれば、ここまでずるずる、時間が経過することもなかったように思いますよね。もちろん、秋篠宮様を説得することは、大変なことかもしれませんが、それを含めて、宮内庁の仕事だと思います。そう考えると、宮内庁トップが、しっかりしてなかったことが一因でもありますよね。 今回の強行結婚が成立するまでいろいろと動きがありましたが何一つとしてスッキリするようなことがあったでしょうか小室家の不正疑惑含め問題が一つも解決しない中での結婚です。一体どう責任を取ってくれるのでしょうかでは二つ目の記事に移ります。